まで大きなスムージーを入れておりますけども、はいってことできましたよ。炭水化物食べなさい太ろうや、今日太ろう。じゃあ行ってこよう。まあ朝一なんでね、あんまり人いないっすね。しかもちゃんとあの普通に食えるかって。はい、ってことでちょっとあの裏の事務局に入りまして、じゃじゃん、運営さんからねお食事券いただきましたということで、いやどれもうまそうなんですけど、ちょっと一回ぐるっと回ります。ドリンクブースにリュウジのマジカレーやって特流たこ焼きチンザ、ちょっと一回軽く全部回りましょう。これ入っていいんかね。これサムネやん。で、え、珍しい、ハイマウントさん、これハンバーガーなんですけど豚やん。バーガーで豚って珍しない？牛もフィッシュもあるけどさ、ちょっと気になる。八重桜さん、オマールエビ使ってんなんて、これやば。うわ、これ何これ、牛タン丼、待って、めっちゃうまそうこれ。しかも1日2食限定やって、腹こ、うわやば、腹こ飯とか最高やろ。あれ、ちょっと待って、よく見覚えがあるやつがあった。アボカド食堂、はい、あ、これ高円寺やん。あ、書いてるわ、高円寺アボカド食堂。うわつけ麺大好き、うわうまそう、つけ麺大好き、角煮チャーシュー丼。多分これみんな食べてほしいのはシビ辛味噌ラーメンですよね、うん、あんま辛いの苦手なんでごめんなさいごめんなさいごめん、どうせなら1店舗ずつねこうやって回って紹介していけたらなと思っておりますけどもね。俺の生きる道、これねすごいのよ。え、何がすごいって、ここめっちゃ並んでます。で、こちらとこれ、これよ、前回の動画で言ってたね、この、これが食べたい、牛ヘラミ、牛カルビアイ盛り丼、もうこれが食べたってしゃあないのよね。はい、これ絶対食います。1200円でね、ちょっと高めなんですけど、はい、たこ焼きチンザ、これカッツのお店ですね。あ、カッツさんですね、大先輩です。あ、これ茨城のお店、特流家系やから、写真で分かるよね、もう絶対うまい。はい、で最後ですね、リュウジのマジカレーということでね、ごめんなさい、カレー苦手やねん、カレー苦手やねん、世にも珍しいね。で最後がドリンクブース、アンカードでなんかデザートありますね。はい、焼き芋の王様ですね、シルクスイート、うまそう。この時期にかき氷いいですね。ということで、まあ一周ぐるっとしたよ。でまあ一周ぐるっとして、真ん中にこういった食べるとこのブースがあるって感じですね。はい、ごめんなさい、もう僕はね最初から決め打ちしてた、もうとりあえずあれ食って、いや、ラーメン食ってから丼行く？八重桜気になるし、うわ食ってくか、あ1個食べていこう。ハラミとカルビのセットの合盛りです。合盛り1200円になります。これって使えます？合ってますよ。あ、すいません、はい、どうぞお願いします。おだずの、ちなみにここのお店ってどっか店舗あるんですか？はい、あ、高円寺に、はい、焼き鳥屋さんです。あ、はい、え、高円寺、北口ですか？北口、あの、高架下、はい、一応ギリギリ北口で、あ、ギリ北側で、あの、中野の方にこう高円寺から出て歩いていく、はい、出入り山崎っていう、あ、わかる、の
めっちゃ緊張やった。めっちゃ緊張やったよ。お待ちしてます。行きます。絶対行きますね。お待ちします。このハラミ丼って言ったらすぐ分かると思うんですけど。お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。はい、行きます。ありがとうございます。ってことでね、あの高円寺にこれお店あるんですけど、まあ、僕知らん体でいたんですけど、がっつり知ってます。はい、実はめっちゃ知ってましたよっていうね。だって僕ん家その辺ですもん。まずハラミから行こうかな。うますぎて叫んでる、ほんまは。カルビもいただきますね。これ愛じゃない、これカルビ丼の勝ちや。あ、まあ個人的なあれかもしれんすけど、ハラミよりカルビの方がうめ。甘辛や、タレもね甘すぎない。でちょっとピリッとくる辛さ、白髪ネギ相性抜群やん。やっぱこういう店やからさ、量少ないと思ったんですけど、めっちゃしっかり量ある。牛丼の並は余裕である。ごちそうさまでした。ここで一つ、やっぱラーメン食べとく。あんま食わんしね。これ気になるね。これ行こう。初めてやわ。うまっ。だいたい基本僕豚骨ばっかり、もうゴリゴリのね、こっさーみたいなやつばっかりなんだよね。こういうのこの新鮮。なんかすげえホロホロやねんけど、やっぱ味がそんな旬でる感じはないけど、いただいてみます。油めっちゃトロトロや。うまっ。ごちそうさまでした。さすがにもう最後よ、もう最後。最後決めてんねん。最後何食うでしょう。じゃん、食べていこう。いや、もう僕と言ったらたこ焼きじゃないですか。カツさんレベルで僕と言ったらたこ焼きなんで、ちょっとたこ焼き食べていこう。うまいよ。ということでね、カッツーさんのたこ焼きじゃないので、あの僕がね、多分作るたこ焼きに似てるの分かるかな。このカッツーさんって銀だこや。銀だこってあの最後あのカリッと表面揚げるじゃないですか。関西のね、たこ焼きはあのこんな感じでね、ちょっとあの柔らかい、ほらもうもちもちしてるタイプなんですね。うん、ってことでいただきます。これいただきます。
かしい感じ、懐かしいっていうか、まあ、自分で作るたこ焼き、いや、ね、美味しいけど、ちょっと待って、これさっき食べるわ。あ、たこ焼きの味殺しとる。生地の出汁の味を殺してしまっています。もったいないもったいない。ただの、トリュフソルト、卵なくてトリュフソルトだけで食べてみたいね、うん、関西人はみんなあると思う。学校帰りにね、たこ焼き屋寄って食う、その時のたこ焼きみたいな感じですね、うん、僕いつも小麦粉だけじゃないですか。小麦粉だけじゃない粘りがしっかりあるんで、長芋の粉末とか使ってんのかな、うん、でも思った、たこ焼きって誰が作っても同じなんかな。食った。ってことでね、ちょっと帰りは正門らしきところかでよ、俺サイドから来てるっぽいから、ちょっとこっちからね出て行こう。ほらこんな感じ、こっち正門っぽい。ドン。はい、ってことでね、うまかった。はい、ちょっと待って、どこでエンディング撮る、エンディングどこで撮る。はい、ってことで今ね、この大久保にある炭水化物食べなさいっていうのがね、11月29日から12月の10日までありますので、ぜひお近くの方一度食べに行ったらどうですか。いろんなね、もう僕紹介しきれなかったんですけど、食べきれなかったんですけど、いろんなラーメン種類もあるし、まあなんかデザートもあったしね、まあだいたい1つ1品1000円ぐらいで食べれると思いますので、お近くの方ぜひ行ったらどうでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画食べに行こうとか思ったそこのあなた、美味しそうに食べてるなと思ったそこのあなたも、もうぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。まんま言うて、うん、イエス、あつでした。運営さん、ごちそうさまでした。ありがとうございます。